はい、皆さんこんにちは、クロノです。それでは今日もですね、ガーデンオブバンバン4続きをやっていきたいと思います。はい、前回ねバンバンが助けてくれて、一応パーツをねゲットすることができたんですよね。これもパーツを渡した状態だよね。だからカンガルーさんにお話をまたしていく感じになるのかな。じゃあカンガルーさんにありがたいお話をね聞きに行きましょう。それはカンガルーさんね、笑わせたらなんだろう、なんか大変なことが起きるらしいよね。まあよく見たらトードスターとね、なんだっけ、なんとかギアル。うん。二人ともであれだったのかな、ここの主語だったのかな。おかえりなさい。あなたの旅が有意義であり、エレベーターが以前よりも使い物になるよう祈っています。もう少しで完全に修正できそうです。あなたが探している子供たちの無事を祈っています。彼らを見つけたらお願いしてもいいですか？お、急にお願いしてきたぞ。たまに遊びに来てもらえませんか？我々に危害を加えない訪問者だったのは実に久しぶりのことでしたから。あ、やっぱ歓迎はされてるのか。私の言ったことをどうかご検討ください。それ以外はこれ以上あなたは引き止めたくありません。それにより多くの友達が到着しているようなので、友達の様子を見に行きたいなら行きましょう。エレベーターの最後のパーツがなくなったままのようです。そうですよね、なんか急に出てきましたね。また友達が来たってこと。誰だろう。カタツムリ、ジャンボ助手は、まあ、捕まってるとこは見たよね。捕まりそうになってるとこ。で、ナブナブかな？ナブナブ。あとはオピラバード。キャプテン。あとはナブナレーナか。とりあえず見に行こうか。さあ、誰が捕まっとるんや？まあ、カタツムリさんいて、バンバンはまだ帰ってきたよね。あ、ナブナレーナ。いっぱい捕まってる。なんか、オピラワードなんか、怪我してない？あんなんだったっけ？なんか、右目のとこちょっと怪我してるよね。でも、全員無事だったんだね。なんか、フラミンゴみたいな立ち方してるけど、どうしたんだ？ジャンボ女子。あ、危ないから、あれかな？拘束されてるっていう感じでいいのかな？あとまたここにも入りそうな感じするよね。そっか。で、こっちには、みんな捕まってるな。これ、誰から言ったらいいの？まあまあ、話ができそうなこと言ったら、ちょうどさのアーカイブへの2回目のエントリーです。Criminal number 2。2番目の犯罪者であるあの先生は3階から下へ向かったエレベーターの近くで捕まり、そこに先に人間も捕まっていました。カタツムリと違ってあの先生は私に対して非常に敵意を持っていて、あの先生のクラスの生徒が行方不明になったせいでここにいるんだと言っていました。私のことかな。何度も脱出に失敗したことが記録されていますが、彼女はついに諦めたようです。彼女を追いつかせるのにたくさんのものが持ち込まれましたが、ボーリングのピンが役に立ちました。ああ、クラスメイトのあれね。あの先生は落ち着いた様子でずっと隅の方に座り、遅刻はできないという発言を何度も繰り返しています。大丈夫か？実に興味深いですね。あとめちゃくちゃ音でかかったな。ちょっと離れようか。これは私がトードスターアーカイブと呼んでいて、それの1回目のエントリーであり、犯罪者について集められた全情報が記録されています。1番目の犯罪者であるカタツムリはパトロール中に王国の正門付近で逮捕されました。カタツムリは殻に隠れている間に捕らえられ、それ以来ずっと隠れたままです。最初は殻の中身は空っぽだと思っていましたが、殻の中から静かな鳴き声が聞こえてきたのでした。カタツムリに自分の殻から離れるよう説得しようとしたのですが失敗しました。この極度の苦痛の原因はまだ分かりませんが、私にはある説があります。この犯罪者はこの辺の人間ではないので、外国の敵対的環境が不自然な行動を引き起こしている可能性があります。
今後もアップデートが満載ですどういうことかわからないけど、カタツムリさんは殻にこもったまま、バンバレイナどうなんだろうね、カタツムリさんバンバンだけあれなんだね、普通に犯罪者としては捕らえられなかったってことか。あとジェリーなんだっけ、名前忘れちゃったクラゲさんね、これもあれかな、ちょっと音がすぐね、でかいと思うからすぐ避けるね。トードスターのアーカイブの3回目のエントリーです。そこから動かないでください。ドアを開ける方法を考えてみましょう。突然あいつらが王国の壁の内側に予告なしに現れ驚きましたが、現在は無事に収容されています。どうやら彼らは縄張り意識が強く、私が小部屋から距離を取っている限り敵対的な行動は見せませんでした。彼らは何かを必死に探しているようにも見えたのですが、正確には分かりません。多分子供のことだよね、きっと。封じ込められて以来彼らは完全に止まっています。彼らは私を騙して確認をしに来させようとしているんだと思います。それには引っかかりません。近日中にもっとアップデートが予定されています。ほう、そっか、みんなあれかな、落ちてきちゃったのか。一緒に一応ちゃんと見てるね、こっちをみんな私と同じような感じでね、落ちてきたんだな。ジャンボ女子聞いてみよっか。セイ、トードスターのアーカイブで4回目のエントリーです。5番目の犯罪者である緑のゴリラは、ゴリラ餌場に設置したあなたが設計した複雑な罠にかかり捕まりました。あなたって私？今のところ緑のゴリラは鎖につながれているため、あまり多くの情報は取り戻せていません。今日までのわずか数時間で7件の事件が起こっています。とても不自然です。上記の何かが起こったため、これらの事件はここで終了します。見慣れた顔がこのような状態になっているのを見るのは苦痛でしたが、狂ったかもしれない旧友を助けるために私の健康を危険にさらすことはできません。今後もアップデートが満載です。あ、じゃあトードスターもね、知ってるんだね、一応みんなのことで。まあこの王国に入った時点で一応犯罪者扱いにされるってことなのかな。まあ暴れたりとかしてたらね、まあしょうがないのかなってとこだけど。じゃあ、あとどこに行けばいいんだろう。もう一回クラゲさんに話しかけなきゃいけない？あ、もう話しかけられないっぽいね。おや？トードスターに一回聞くかな？ね。誰か解放できるのかなと思ってたけど、そうではないみたいなのでね、一旦ちょっと解放しに行きましょうか。ここはあっちだね。あ、そっか、あ、分かった分かった。あ、オピラバードじゃないか。オピラバードのこの子供を届けたらちょっと変わるんじゃないかな。そうかもしれないね。でもあと捕まってないのナブナブとナブナレイナぐらいかな。ナムナリーナだったっけトードスターは別に何も話さない。あれも、つかめないね。じゃあこっちじゃない、駅に向かう感じか。あれ全員話しかけたよね。はい、それでは駅に着いてみましたね。ドローンずっとここにいたんだねこれまたあれかな。じゃあ、白と黄色とか押した気がするから、紫とか押してみる？あ、いけるか。これでいけるのかな。新しいカードキー手に入れたわけじゃないと思うから、ね、ちょっといけるか、若干不安なところではございますが。ね、これ1台だけでよくない？一旦。あれ、今のとこって、なんか今のが空いてたね。あそこって通ったっけ？どうだろう。急に曲がなくなったね。BGM がなくなった。紫、ここかな？あれ？あ、違うな。あれ？紫押したけど、どこに連れてかれてるこれ。結構仕掛け
形状にあれなのかな、この場所はなってるんだね。あ、ここあれ降りれない。あ、これで降りれるのか。降りれるけど、黄色のカードキーって持ってたっけ、どうだったかな。押してみるか。あ、いけた、いけたな。なんかいる、何かいますか、なんか拾うものとかも。これなんだろうね。あ、これライトか。すごい荷物がいっぱいあるけど、これ何が入ってんだろう。なんか結構おしゃれなおしゃれな場所に出ましたね。え、いいな結構。よいしょ。まあこれは読めません。うん、これなんか棚、なんか入ったりしてない、タンスの中に。トイレ、なんでトイレのマークが。トイレの中に何かあるというわけではない。そしてお風呂、あ、入れないかちょっとここ来てからね、お風呂入ってないから入りたいな、お風呂そんなわけにはいかんか。まあこんな状況でね、ここ閉めるとこないんだね。あ、でもこれって、あ、これ別にテープね、多分2つぐらいゲットしてると思うけど、テープを別に見れるわけじゃないのか。でもなんかソファーみたいな形があったりとかするけど、ソファー、ソファー。これなんか必要な記号か？ソファー、ソファー、トイレ、トイレ。で、このトイレはなんか光ってんだよな。で、他のは光ってはない。別に関係はないのかな。あ、え、リンゴ取れる？あ、これ食べちゃいけない感じのやつか。なんだこの空間は。あ、これ太陽、太陽。時間？時間が書いてある。ノーチェンジ。まあ押してみるか。あ、押せはしないのか。あ、押せた。押したけど、どっかで変更された可能性があります。どういうこと？よいしょ。なかったやつとかじゃないか。順番？あ、ダメですね。OK 何の順番だ？どういう順番だ？ちょっと待ってね。get your brain work lead with this morning exercise games to rounds writes out a call something inOne of the rooms. It have change. Report the room where the change has. Report the room where memories the contents of is a room and keep your eyes. Eyes. 目で見る。とりあえずもう一回やってみよう。なんか押してから部屋を見に行くか。全部の部屋見に行こうか。一旦ね。別に太陽が変わってるわけじゃないもんね。段ボール。段ボールもなんか変わってる様子はないぞ。で、ここのソファーの部屋。で、別にソファー自体何も変わってないよね。で、トイレの部屋。トイレここやっぱ光ってるよな。あ、もしかして、あれかな？なんか、間違い探しみたいな感じ？いや、でも、覚えてないぞ。さすがに覚えてないぞ。ね、あの各部屋にこう置いてあるから、まあ、一旦適当に、これあったっけな、ちょっと太陽やってみようか。正解？不正解ちょっと待ってね。同じ、どうなんだろう、これ
マークはあるんだけど、別にマークが光るとかそういうわけじゃないだろうね、きっと。であとあるとすれば、まあ順番に押していくかなって思ったんだけど、でもまあ一応全部押したんだよね、押したことはあるんだよね全部。だからそれが違うってことは、まあ部屋がなんか変わってるから、その部屋を押すのかな。それかなんかちょっとだけね、置物があったりとか色が違ったりとかっていう場所があるんじゃないかな。もう後戻りもできないね。段ボールの部屋なんて覚えられないぞこんなのこんなん覚えられる、2、3、2、なんか積み上がったやつ、覚えられるかこんなので。ここら辺も、この部屋も結構なかなかですね、結構なかなかでございます。もうパッと見で覚えるしかないか。いや、そんな変化しないのかな。ちょっと物がさっと移動してるとか、そういうレベルのものかな。もうここの配置とかも分かんないもんね、変わってたら。さすがに覚えてらんないぞかといってスクショ撮るとかも難しいしね、さすがに。まあ一回やってみるか。なんか今引っかかった、気のせいかあるとしたらそれぐらいかな。違ったらもうね、わかんない。もうなんか見に行くしかないな。まあ、なんか変わってるかもしれないと思ったら全部変わってるように見えるよね。段ボール。異常なし。椅子とかテーブルは異常なし。ソファーとかも異常なし。いや、待って。これこんな形だったっけ、このソファー。全部違うように。あ、トイレがない。トイレがない。トイレなくなってる。そういうことか。オッケー。やっぱそういうことか。次、ある?こんだけ長いもんね。4分もあって1問ってわけじゃないんだろ?多分そういうことだよね。オッケーオッケー。じょうろあるでしょ?まあでもあんな感じで分かりやすくなくなるのであれば、ね、まだ希望は持てるぞ。ダンボールの部屋は分からんけどな。さすがになくなってたらね。あ、テレビがない。オッケー。今のが、ソファーの部屋。来た。なるほどね。で、私が思い、ね、そうじゃないかって思うまで、何も消えてなかった。あ、これでいいのか?ん?あれ?なんか、もらえるとか、そういうわけじゃない。もしかしてもう一回 ?2 ラウンズ。3ゲームズ、2ラウンズ。3回やる?これを。もしかして。マジで?まあ4分は変わらないよね。この部屋って今んとこ何も変わってないよね。絵柄とかだったら分からんけどね。あ、段ボールだ。意外と分かる。OK。よし。次。まあ次、段ボールの部屋。これでさ、先にこうやって見といて消えたりするとこ見えない？さすがに見えないか。で、この部屋じゃないかな。ここ、段ボールは戻ってでしょ。で、ここの部屋も今んところは大丈夫だと見えるけど、あれ?あれ?え、あれ?ちょっと待って。あれ?あれ?変わってるとこないぞ。何か変わってる?ダンボールはあるでしょ?ダンボールある。え、でも一か八かここなんだけど。え、リンゴって4つだったよね。でもとりあえずここにしよっか。はい。それ以外逆にわかんないです。ダメですか?ダメでしたか?え、何が変わってた?え、そんな。段ボールは多分違うんだよね。で、あそこの部屋違ったんだよね。
え、なんか変わってたか？あ、もしかして机の上のものとか？え、いや、あ、ま、わかんない。わからん。わからんけど、まあ面白いな、これは。ちょっと待って、もう一回やるね。これって初めからなったりする？じょうろあるでしょ？これりんご4つあるし、ここも違わない。あ、これ段ボールだ。あ、もしかして初めは一緒？なわけないか。段ボールの次。私がこの部屋ずっと見てたから悪かったとかいうパターン？ごめんね、ずっと見てて。よし、この部屋は異常なし。同じ部屋が来ることはないのかな？これなんかナイフとフォークがね、ないとかって言われたらわからんぞ。この部屋も別にない。あ、今度はわかりやすい。お風呂がなくなってました。なのでトイレの部屋。えい。クリアだろ？クリアでしょ？これジャンボ助手だよね。やったー。じゃあ次。もう一回ってことだよね。それとも初めからリセットされたかい？さあ来い。来るなら来い。その4分1秒ってなんだろうね。この部屋ずっとないな、何も。何も起きないな。これお花の数とかだったら全然わかんないけどね。段ボールですね。いや、え？でもこんなわかりやすいのにさっきなんでわからんかったんだろう。ね、だいたいわかりやすいのしか今んとこ来てないはずなんだけどね。さっきのはなぜわからなかった？この部屋は結構変わってないもんね。あれ？また段ボールの部屋だ。これ2回連続段ボールの部屋とかあんの？ラッキーじゃん。やったー。で、この部屋教えてほしいんだけど、この部屋この部屋になる時をね、見てみたいんだけど。開いたー。ちょっと気になるな、この部屋。誰かこの部屋ないかな？この部屋もしかしてなかったのかな？ダミー。この人がいるのかな？こっから。いるね。いるわ。いるけど、これは、3箇所あるな。手伝ってもらわんと無理っぽいよな。それか、ボス戦か？デイ。あ、4人。4つあるんだ、スイッチ。これ先に私こっち行ってたらどうしてたんだろうね。何？あ、もうない。新しい敵だと。雄たけびを上げたら突っ込んでくる感じか。なんか押せてるけど、雄たけび上げると突っ込んでくる。押すとどうなんだ？で、ドローンは別に呼べないんだね。ん？この赤いところに誘導して、あの犬さんを当てるのかな？なんか声上げたな、今。おいで。あれ？止まった。あ、来た。来たね。あー、正解っぽいね。正解ですね。近い。めっちゃ近い。近いって私が近くにいるだけだけどね。よいしょ。あっちか。OK。 あー、でかこっちに来い。こっちにおいで。来い。近すぎる。突っ込んできて。 OK。 そう。何？ダメなの？ダメなのか。めちゃくちゃ急に反転してきたな。でもやり方は分かったからね、いいかな。普通に突っ込んできたな。よし、違う、こっちか。ちょっと待って。そのね、笑うから、笑ってあっち行くから先回りしといてやろう。
待て、待ち上がれ、待ち上がれ、あ、ダメだ、あ、見えない壁がよし、犬さんとまたバトルですね。来い、来るなら来い、あっちね。一回来い、一回突っ込んで来い。あー、可愛い声だな。わーって。さあ、こっちだ、こっちだよ、突っ込んでおいで。影、影でか。当たった？オッケー、ナイス。結構足速いな。まあ歩幅があれなのか、でかいのか。一旦遠くで、そう、それさせて、まあ、ここから斜めに来てもらう感じにしよっか。よいしょ。おいでー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 。よしよしよし、いけたんじゃないか。オッケー。次。こう、押せた？押せた。オッケー。結構近いな。オッケー。よしよしよし。今壁の方行ってるから、今度ここにぶつかってもらう感じで。OK? よし !OK! 押して、どうなっちゃうね。あー、取ってるから。よしよしよし。OK! じゃあ今度こっちね。こっちだよ。ほら、捕まえてみろ。OK!どうしたの？それ当たったからって別にね、そんな痛かったか？そんな痛かった？あのそっち行きたいんですが、行けます？それ。あ、ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。あの行けない。え、それ行ける？逆に登れるとか？それ登れるわけじゃないのか？あ、こっちから行けるか？え、ちょっと待って、いけないかもしんない、これ。ちょっと待って。あの、本気でいけないかもしんない。あ、でも登れ、あ、でも滑るな。え、ちょっと待って、これは。あの、いけないんだが。これ、ジャンプしたらいけ、そんなことある？そんなことある？そっちに行きたいんだけど、いけないんだけど。え、これセーブ的にはどうなってんだろう。これ倒した後になってんのかな。ちょっとあの犬さん、犬さんちょっとこっちに行きたいんですけど、ちょっとエリア移動もできないんだよな、これ困った、めちゃくちゃ困った。そんなピンポイントでそこに行くことある？行けダメか。よし、一回行けそう。はい、一回ゲームを一旦ロードしてきました。ちゃんとここで倒したことになってるみたいで、ね、もう犬が跡形もなく言えなくなっちゃってます。いや、まさかこんなとこ引っかかると思わんじゃん。そんなことあるか。面白かったな。やっぱこの子もキャラなんだね。キッティサウルス、キッティサウルスかな、が言った。ミャオ、アットフレンズ、ミャオ。ミャオってなんか、猫の鳴き声とかが なかったっけ？違ったっけ？オブエネミーズ、エネミーズ、ロアアートザフェイスオブエネミーズ。エネミーって敵って意味だよね。こっちなんかいるのかな？ちらちら、あれ、こっちなんかちょっとお城の近くに似てるね。近くに似てるねっていうか、お城なのか。あ、違うな、違うね、全然違うとこでした。読めない。これ青いの私持ってないもんね。 OKOK、 じゃあここを攻略しないといけないということだ。キノコがあって、これは取れる、取れるんだ。これを取れまして、これも取れます。ね、OK。
これ全部じゃあ集める感じでいいのかな。よいしょ。あ、この後ろにもあるね。キノコの後ろにあって。何個あるんだろう。8個か。今何個取ったか分かんないな。多分今で6。で、7。だと思うんだけど、もしかして8ちゃんと取ってたかな。とりあえず入れてみればいいか。どこに入れんのこれ。置くだけ ?1、2、3、4、5、6、7、8。あ、やっぱ8個ないな。提供できるクリスタルがありません。あと1個。あと1個。あと1個はどこだ全然。あれ、あと1個どこだ。ん、あと1個が見当たらんが。あれ、どこにある。ないな。あ、これなんか起きた、なんか起き、あ、開いた。うわそれはずるいな。それはずるいな。よいしょ。これでいいってことでしょ。どうや。あ、オッケーオッケーオッケー。あ、そういう感じだね。結構シンプルだったね。シンプルだけど、途中のこれはちょっとずるいな。うん。まあでもすぐできましたね。で、これをしたら、これかな？あ、これ関係ないんだ。これちょっと読んどいて、いつでも押せるようにしとこっか。万が一ね、襲われながらだったら、なかなか難しいと思う。デッドはアライブ。ここは押すだけ？あれ、これで開くんだ。あ、これでゲットか。虫取り機にかかった虫のように。嘘はつきません。恐竜が君を片付けたと思っていたけど、罠にかけることで私の邪魔をするなら、私は誰に文句を言えばいいんですかね。この場にふさわしいジョークを言いますけど、あなた方人間には決して理解できないでしょうね。ドローン、やっちまえ。あ、押せない。私に近しい人たちは私がするように仕組みがないことを否定し、遺伝子的にプログラムされた人々は私のジョークを全て笑うようにプログラムされていたのでした。が、女王を笑わせてしまえば女王の袋の中身が全部逃げてしまうという週末のシナリオを挙げたけれど、私はそれを信じている。私は取り乱し究極のジョークを作ろうと必死でしたが、何度も何度も失敗しているうちにあることに気づいたんです。私はとてもジョークが好きです。たとえ私が作ったとしても、これ以上いいものはありません。布団が吹っ飛んだ。布団が吹っ飛んだ。どうやあなたのおかげでワンカーが捕らえられているので、女王陛下のところまでたどり着くことはお安いご用です。捕らえられている？私は行きます。あなたと違って私の家族を取り戻すまでの道のりは決して明らかになっていませんから。かといってあれじゃない、別に笑わなきゃ意味なくない。あ、はい、これでいいってことか。開けごま。残念だったね。すぐに開いたぜ。追いかけろ。あっちか。待てー、待ちやがれよくも閉じ込めだな。待てー。はい、ということで今回はここまでにしようかなと思いますこんなノリでこんなノリで終わるのかって感じだけどね、今回はここまでにしようかなね。なんか今から大変なことが起こりそうな感じしますけどもね。女王を笑わせるっていうのが笑わせられるのかな、本当に。だとしたらね、なんかみんなやばいみたいな感じになってましたけど、でみんな逃がしてあげないとね。それだったらバンバンとバンバレーナとかもね。はい、じゃあまあここまでにしたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。